それでは始めていきましょう。農具の改良という形になってきます。やはりですね、農業をたくさんやっていきましょうねっていうふうな話になった場合に対しては、農具、機械が改良されていかないとダメですよという形になります。やっぱ機械が改良されると、たくさんのものが作れますよ。たくさんのものが仕入れられますよというふうな形になります。今日のテーマは何かっていう形になるんですが、備中輪。はい、こちら。備中輪。はい。備中輪ってどんなんですかっていうと、こんなんです。ね。絵が下手とかいうのはもう一切受け付けませんので、マンチコメントでいくら書かれてるんですね。ほんならね、お前が作ってみろっていう話です。はい。ね、ほんならね、もう備中輪自分で作ってみろという形になるんですね。まあ、シャムさんのお言葉ですけれども、はい、いうことになります。よろしいでしょうか。で、これ、備中輪という形になるんで、まあ、こんな形になってるのが備中輪ですよ、という形になります。はい。では、まあ、こういうふうにね、道具が改良されていくと、まあ、すごく便利になっていくよね。って、なんでもそうじゃないですか。携帯でもスマホになって便利になったら、いろんなことできるじゃないですか。というふうな形になってきますよ、という形になります。つまり、農具が改良されることによって、仕事が楽になった。仕事が楽になると、他のことに生産が使える。他のことで生産が使えるようになると、より豊かな生活ができるようになっていく。というふうな形になります。というわけで本日は、備中輪についてお話ししました。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。